鶴見橋商店街は、大阪市西成区の国道26号線、花園町付近から西の阪神高速道路15号境線、つもり出入口付近まで東西約1キロメートルに伸びる商店街。昔からの店舗が多いが、店舗数は減少傾向にある。鶴見橋商店街鶴見橋商店街デトロな雰囲気がする八番街鶴見橋商店街は約100メートルおきに、 区切りがあり、東の一番街から西の八番街まで続いている。以前は日本で二番目に長い商店街として数えられていたこともある。鶴見橋とは、生誕の八番街の先に流れていた13軒堀川にかかっていた橋の名前。1909年に第二本宝石木津川工場が建設された際に工場近くに架けられ、当時は鶴の平井がよく見られたことから、 地元の住民が、鶴見橋と命名した。商店街の西は、阪神高速道路を越えて積もり商店街、東は、国道26号線を越えて、花園本通り商店街にそれぞれつながっている。大衆演劇の鈴星座が商店街中ほどにあり、花園町駅、萩野茶屋駅からのアクセスルートとなっている。アーケードに、鈴星座の案内垂れ幕がかかり、 商店街の店舗で劇場前売り券も発売していたが、現在は終売。西成高校の通学路の一つでもある。国籍問わず、外国人もよく利用している。1909年に第日本宝石絆工場が創業を開始し、鶴見橋に従業員向け社宅が建てられたことに始まる。昭和初期には商店街が形成され、 南海鉄道の萩の茶屋駅を利用する、木津川工場の従業員の通勤路、車工場となっていく。1927年に、阪海電鉄の鶴見橋通駅、1942年に、大阪市営地下鉄四つ橋線の花園町駅が開業するなど、交通の便が良くなったことで遠方からも買い物客が増え、震災橋筋商店街、天神橋筋商店街と並ぶ。 大阪三峡と称されるほど発展した。かつては、その豊富な店舗構成から、横に長い百貨店とも称された。1945年の大阪大空襲で、大きな被害を受けた。日活直営の、鶴見日活や、鶴見橋第一営役など、映画館も多く点在したが、現在は、すべて廃館となった。九百六十年から百六十二年に、 かけて、1番街から8番街まで、順次アーケードが設置され、商店街の雰囲気は一新したが、木津川工場の撤退や靴、鞄をはじめとする、比較産業の衰退、周辺人口の高齢化もあり、王子の人では失われたまま、今日に至っている。2003年4月に、何は筋が、西成区梅南二丁目交差点まで延伸したことで、5番街と6番街が、分断された。 そのため、鶴見橋二丁目交差点に鶴をイメージしたサークル状のモニュメントを設置し、5番街と6番街を視覚的に一体化するようにイメージした。後に、鶴見橋商店街バス停も設置された。かつては遅くまで営業している商店街として有名だったが、オイルショックによる電気料金高騰のため営業時間は短くなり、現在もそのままである。 1980年代以前は、前期のように1から3番街には、靴店、カバン店が多かったが、今では激減し、代わって診療所や薬局、介護サービスの事業所が増えるなど、地域住民の高齢化を反映している。最近は、フリーマーケットや、イベントスペースを提供するなど、新規顧客の獲得を図っている。正月3月日の縁日は、地元の子供のお楽しみとなっている。 元南海、大英ホークスの香川信之はこの付近の出身である。一番街側、5.6番街、八番街側。ありがとうございます。